皆さんこんにちは。2021年もティスをたくさんご利用いただきありがとう、せーのありがとうございました。皆さんのおかげでハイパフォーマンススポーツセンターネットワーク連携機関にご指定いただき大きく成長できた1年となりました。明日12月29日から1月4日までティスは年末年始休館となります。2022年1月5日より通常営業を予定しております。2022年はいよいよ一期一会栃木国体イヤーとなります。スケートアイスホッケー競技は1月24日から開催されます。2022年もアスリートの皆さんのパフォーマンス向上に貢献できるよう精一杯貢献してまいりたいと思います。皆さん良いお年をお迎えください。ありがとうございました。